地祖寺の駅本城宿神奈川旅場、天保6の8年、経済栄線が宿より5.5キロ離れた神奈川渡芝を題材としている。背景の山は、下三山であり、右から赤木、春名、妙義山である。土橋は、初代、都谷半米子と三森が欠けさせたものであり、長さ30軒、幅2軒。出水で橋が流された場合に備え、別に、 長さ5件5尺、幅7尺の渡し船も用意された。三森は、無賃渡しとするために、金100両を上納した。また、右手前の上野島は三代目、都谷半米こと工事が寄進したものである。本城塾は、中仙道69時の内江戸から数えて10番目の、宿場。武蔵区に小玉郡の北部国境付近に位置し、武蔵区に最後の宿場。 現在の埼玉県本庄市にあたる。江戸より22里の距離に位置し、中仙道の宿場の中で一番人口と建物が多い宿場であった。それは、利根川の水運の集積地としての経済効果もあった。江戸室町にも店を出していた、戸谷半兵衛家は、全国的に富豪として知られていた。市街地の北西端には、中仙道と新州目街道の追い分けがある。場所は、 現在の千代田山頂目交差点付近。追い分けは T 字路上で、江戸川から見ると、左折すれば新州目街道、を右折してすぐ左折というマス型ルートで、中仙道京都方面となっていた。慶長8年、聖衣大将軍となった徳川家康のもと、江戸幕府が創立され、江戸と京都、大阪などを結ぶ交通網の整備は、 両国経営の上でも重要な施策となった。内陸を通る中仙道の整備もその一つである。そして、かつて本城に城下町を作った日田市家臣の末裔と言われる人々も、慶長年間頃より中仙道沿いに移り住むようになった。官営10年に本鎮が設置された。官営14年には人罰儀立場となり、 漢文3年には、半沢郡半沢村で開始していた、定期市を元宿に移転し、宿場町としての形態を整えた。そして、元禄7年に除合村制度が確定された。本庄城,城に最も接近して作られたのが元宿であり、本庄宿の中では最も歴史が長い。元宿より西方で、京都よりには常宿ができ、両者の間には中宿が成立した。 三つの宿は、その後、本町、中町、上町と呼ばれるようになる。廃城となった、本城城の城下町は15町50軒の距離を測り、農家が38軒。その近くに、本城塾が形成されていった。その後、西国や日本海方面より、江戸に出入りする時の内陸の中継点として、宿の機能は年々拡大されていった。天保十四年には、 宿内人口4554人、商店などすべてのや数を合わせ1212件を数える中仙道最大の宿場町として発展することになる。山頂より始まった本庄塾も、越州や新州、果ては近畿より移住し、店を構える者が増えていくことになる。当然のことながら、人口増加とともに、町並みの開発も始まる。新しく開発されたところを、 神殿というが、本庄塾の場合、北側に崖を控え、南側は、野みの氾濫や畑が広がっていた。また、街道沿いに店を建てることに、商家の意義があったことから必然的に街道の東西を中心に派生していった。東側は、大神殿と言われ、後の大町である。西側は、新田町と言われ、上町より、西の金ノ神社付近まで開発された。 あとに、宮本町と泉町に分離される。中町付近は北に、伊勢崎道、南は、八幡山道が分岐していた。両街道沿いも、開発対象となり、前者は、寺坂町、後者が7軒町となった。本庄塾の町並みは17町35軒となり、明治の初めまで、本庄塾であったが、明治22年の町村制の施行により、本庄町となった。 土地の広さは、東西28兆余り、南北23兆余り。元禄6年頃では384件ほどだったが、享保7年には500件となり、文化8年には1072件、文政5年には1088件、天保14年になると1212件となった。この天保14年をピークに、その後は次第に減少へ転じている。中仙道では、 本庄塾に次いで大塾なのが、大見国の高明屋塾、武蔵国の熊谷塾、上野国の高崎塾、美濃国の加納塾となる。商家を中心に構成されていた宿内だが、大名、公家、門関、幕府高官など、身分の高い人々が宿泊する本陣も形成されてゆく。官営2年に参勤交代が制度化され、この時、本庄塾に田村本陣などができた。 しかし、宿泊人数が増え、本陣だけでは対応できなくなってきたため、明暦2年頃には、内田脇本陣ができたには本陣に昇格している。田村本陣は、北本陣といい、現在の中央一丁目6番付近にあった。中仙道よりの入り口は、長セ見主店付近で、幅約11メートルの専用通路があり、その奥に、本陣門が置かれた。現在、 その名残をとどめるものは現地にはない。わずかに、田村本人門は、現在の中央一丁目2番3号地に移築され、本城市指定有形文化財となっている。敷地は約2323 23平方メートル、建つぼ約743平方メートルと、記録されている。これに対し、内田本人は、南本人と呼ばれ、 現在の稲荷横丁が専用口となっていた。敷地は約3333 33平方メートル、建坪が約677平方メートルを数えた。結果的には本陣が2軒に脇本陣が2軒となる。一般の人々が宿泊する旗子も多く、のを並べた。例えば文化元年には町並み全体の475軒に対し、 77件と多い。特に中町の日野屋は上級であったと言われる。これらとは別にいい森畑小屋もあり、天保13年には54軒を数えている。本城塾は商人の町として発展していったため、店の種類が多い。石、殻屋、豆腐屋、米屋、酒屋、タバコ屋、菓子屋、八百屋、古着屋、おけ屋、建具屋、家事屋、傘屋、 都議師、音苗師、職人、大工、石工、紙結衣、畳屋、いかけ屋、教授屋、役種屋、魚屋、本屋、七屋、両替屋など、関連人物、森田放華、本城新一、諸井公平。江戸表からの交通は、陸運とは別に水運による物資運搬が展開していた。本城塾周辺の利根川沿岸でも、海鮮ト屋、 柏の開設が進められ、利根川水運の高まりにより、利根川、南同士の産農同化し、一本木河が本庄塾の外交として発見した。柏では、奥地への大型船の積み替え、水運から陸運への切り替えが行われた。本庄の町村にも、徳川時代以前から5人組制度が存在し、徳川時代に至ると、 キリスト教の電波防止及び老人の取り締まりの必要上、著しく発達した。宿民は、異論なく、組合に加入させられ、相互に貧困を監督し、寄附を分かち、結束力を高めていったとされる。5人組編成は、名主の持ち場を一区とし、その区域内の住民を、屋敷持ちと、棚狩り家に見分けた。本庄塾では名主一人、組頭三人。 内主45人を置き、組頭が直接5人組を監督した。通例では、5か1組とするが、当然、例外もあった。なお、宿役人及び僧侶は5人組には加入しない。注釈出典。ありがとうございます。